うほ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 うあちょっと待ってごめん間違えた間違えてゴリラ語で実況してた。どうもドズルです。今日もこちらウィムジカルウォー遊んでいきたいと思います。こちらのゲームね、クラロワ系横画面系ゲームと、いうことでね、動物を使ってまあ、あのタワーを落としていくゲームなんですけれども、新キャラこちらゲットいたしました。まあ、新キャラって言っても私がアリーナが上がって、やっとゲットできたんですが、こちらペッカですね。ペッカと、そしてこちらボンバー、そして、こちらロイヤルジャイアントも、ゲットいたしました。ということで今日ね、こいつらを使って、まあ、ちょっとプレイをしていきたいなと思います。トロフィーもねだいぶ上がってきたので、まずは宝箱じゃなくて本をね、開けてやっていきたいと思います。まずは銀の本。さあゴールドからの、いやこのクマがね圧倒的に強いんですよね。さあこんな感じで、あトゥミア、トゥミアネクロマンサーがレベルがもう上がるんですけど、ゴールドが足りなくて、ってかゴールド、あーなんか初めて、何これ今、おお巨大スケルトン来た、巨大スケルトン来ました。ポーポーゲットいたしました。ポーはね強いよ多分、ちなみにこのゲームにおいて、なぜならば相手のタワーの目の前にあの出すことができるから。さあこれでちょっとペッカのレベルが上がるかな。さあ金の宝箱、ティーフからのびっくりクラーオ、ラスカさんとパン、あのネズ、おおまた巨大スケルトン来た。あいつですね、なんだったっけ、ネズミみたいな新しいカードゲットしたんで、あれが何なのかちょっと確認しに行こう。おーチンパン、チンパン何、チンパン何、何役なんだろう。この前敵にチンパン使われたんだけど、何の役目かわからないままやっつけちゃったから。あ、ミッション何かクリア。オッケー、ティフゲット。さあ、ということで、宝箱どんどん引いていこうか。もう引けるやつはどんどん引いていこう。さあ、オッケー。さあ、からの、からの、レベルをね、上げていきたいんですわ、どんどん。さあゴリラ、マウンテンゴリラドミング、レベルが上がりました。このトゥミアがねレベル上げたいんだけど、ゴールド3000ってちょっとさすがに高すぎんだろう。うん、ちょっととりあえずこのデッキでいくわ。新しくゲットしたこいつチンパンジーは何カードなんだろう。華麗なステップでコンボを振り回し殴る、ドミングを兄貴と呼んでいる。あ、ゴリラの手下か。配置時間1秒、射程に、わかんねえな、単体攻撃で HP そこそこ。コストどれぐらい？コストが5か。わかんない。何のキャラクターなんかちょっとよくわかんない。単体攻撃だから、ちょっと使ってみるか。使ってみよう。レベル低いな、でも。ちょっと今度までレベル上げときますわ。さあ、ということで、今日はゴリラを使っていきたいと思います。あとは引けるものないよね。さあ、ということで、やっていきましょう。あ、これが引ける。これ結構ね、豪華だったりするんですよね。さあ、ピッチョからのハリネズミ。さあ、クマのレベル上げていきたいな。クマ軸は多分ずっと変わらないと思うんで。これでリクエストで、これね、リクエスト、スーパーレアがリクエストできるっていうのがやばくない？ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ。あ、ゴリラじゃない。とりあえずこいつ、私が目をつけている巨大スケルトンね。こいつ目の前にいきなり出すことができるんで、キャラクターをね。強いんじゃないかなと予想しております。さあ、ということで、やっていきましょう。おーヨーロッパオオカミかわいい。何これ、え、早く欲しい。ヨーロッパオオカミ、リンちゃん。リンっていう名前、オオカミにリンって名前つけるか、普通。いいね。リンゲットしたいな。さあ、ということで、よろしくお願いいたします。今日も楽しんでいきましょう。さあ、まずね、ジャイ軸が多いんで、もうこのペッカでね、勝ち割りましょう。おっと、全然ジャイ軸じゃないぞ、相手。ヤリゴブからのベビードラゴンか。さあ、ここは、ちゃんとね、後ろからマスケット重視出して、あ、オッケーオッケーオッケー。あ、来た来た来た。ネズミ多分ね、スケルトンだな、これな。スケルトンっぽいな。で、ヒヨコのびっくりクラウドとは何が違うんだろう。あ、ゴブリンか。わかったわかった。ネズミがゴブリンで、ヒヨコがスケルトンだわ。理解。理解いたしやした。さあ、相手、ナイトか？ナイトだったっけ？いや、違うな、あれ。バルキリか。よし、とりあえず、いつものね、クマアヒルのペアで、クマアヒルのペアで、おお来た来た来た、ボンバ来た、ボンバ来た。ういー、食らわしてくるね。さあ、オッケー。まあ、この間に、もうジャイも出してるし、メインタワーにね、アイスゴーレムでターゲットを取って、その後ろからもうペッカ出すから。いきなり、ハシマイペッカ。あ、チンパン来た、チンパン来た、チンパン来た。チンパンデッキ、相手チンパンデッキですね。ここはもう、ハチコスのペッカを、タワーの目の前にいきなり出して、おらー
俺ゴリラのワンパンオッケーすげえ橋の目の前にゴリラ出すの強すぎるだろマジでやべえ圧勝すぎる。さあこれ開けとこ開けとこ。あ受け取る、ありがとうありがとう。ミッションをどんどんクリアしております。うんね、今んとこ負けなしなんですよ。なぜか本当にこのゲーム全然練習してないんですよ。めっちゃセンスあるのかもしれない本当に。なぜか負けないから。おえボルドかっこよくね。え普通に使いたいんだけど。白桃足ボルド。さあということでよろしくお願いします。あ日本の方だ、エミさん。エミっていう名前だけど中身おっさん。嘘です、ごめんなさい、そんなことはないですよね。こんな可愛い可愛い可愛いこのアニマルゲーをしているんだから、さぞかしね、さぞかし可愛らしい、そんなプレイヤーだと信じてやっていきたいと思いますでもそういう発言は良くないね。別に誰がゲームしようといいじゃん、誰がゲームしてもいいんです。さあここはちゃんとジャイマスケの形作ってあげて、いやー悩むなー、これ重ねるべきじゃないよな。ちょっとじゃあちょっと重い、このジャイアントめっちゃやられてる。ここは一旦ちょっと待とう、一旦待とう。でも相手の方が若干有利ですね。アイス重ねて。なんで相手の方が若干有利かっていうと、橋の目の前に今ユニットを出せるじゃないですか。あでもアイスゴーレム優秀だな。アイスゴーレムのおかげでいきなり目の前にこうやって出せるんで。あーでも3つのタワーから攻撃をいきなり受けている。さあいけゴリラ、ゴリラ行くんだ。もう一本オッケー、やっぱダメージ高いね。さあもう一回、おいしょ、オッケー、ナイス、大ダメージ。さあこっからはトゥミア先生の出番でございます。このトゥミアはねとにかく強い、マジでとにかく強い。まあ、私のトゥミアのレベルが高いっていうのもあるんだけど、範囲攻撃で空にも攻撃できて、でずっとスケルトン出してくれてるじゃないですか。おお、クマ来た、クマ来た。これはもう、ずっとねトゥミアがターゲットを取ってくれるので、むしろ美味しい、むしろ相手のクマ美味しいって感じですね。さあそしてどんどん行くよ、どんどん行くよ。さあもう即ベビドラつけて、はい攻撃、オッケー。さあもうこの形でキングまで行こう。オッケー、ナイス。さあこうアイスゴーレムつけて、でまあ最後にゴリラね。もうフィニッシュはゴリラって決まってるんで、相場フィニッシュはゴリラって決まってるんで、さあフィニッシュゴリラ出して、さあラストワンパンチ決めてください。ゴリラパンチ、オッケー、もう一発ゴリラパンチ。あれなかなか食らわないな。あ相手のユニット攻撃してるのか。いや相手のユニットが強い。ちょ待って、ゴリラが死ぬ。あーちょ待って、結構やばい。エリクサが勝てる。ちょ待って、だいぶ負けそう。残り32、オッケー、危なかった。今までの戦いで一番危なかった。まあ、途中私がエリクサーを溢れさせたという、先輩を犯してしまいました。さあ、ということで。あ、これ本当に銀の本って名前なんだ。今初めて知った。銀の本って本当に書いてるわ。面白すぎ。さあ、ということで。あ、これドラフトじゃない？ドラフトだよ、多分これ。来たー！ドラフト！さあ、どれ行こうかな。ゴールドが欲しいんですけど、ゴールドにする？やりゴムどうせ使わないしな。悩みが深い。こっちにしよう。さあ、ボンバーか、ピッチョか、ゴールドか。ゴールド選択なのかな。まあでも、結局、ゴールドが足りなくなると予想してゴールド。トゥミはレベル上げたいもんね、とりあえず。これはアイスゴーレムしとこう。あー、悩むが、しかし、巨大スケルトンレベルちょっと上げようかな。さあ、ということで、もう一戦ぐらいやっていく？もう一戦ぐらいやっていきましょうか。いやー、ペッカ結構強いね。お、何これガラガラヘビ。新しいキャラクターめちゃめちゃいるな。ガラガラヘビ、能力予想していい？レイジっぽいの持ってるからランバージャックでしょ、こいつ。違うかな？違うのかな？さあ、ということで。あ、毒か。毒を持ってるのかな？ヘビだから。さあ、ということで、よろしくお願いいたします。うわー、まずチンパン走らせてきたよ。相手チンパンデッキだ。これは、はい。うわー、チンパン何なんだろう？動きも速くないし、何のカードなのかよくわかんないけど、攻撃する前にやられちゃうしね、よくわかんねえわ。さあ、これはうまうまですね。溢れる前に、アイスゴーレムも前につけて、あ、ちょっと、おー、巨大スケルトン来た。やーべ。キョスケはじゃあ後ろからペッカー組み立てようか。
さあ、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。マスケットやられそうだな、あれ。なんか、やられそうですよね、雰囲気。さあ、つらい。つらいぜ、つらいぜ。おら。さあ、相手もどんどん出してきてる。てか、相手結構うまいな、今回。割と強い気がする。あれ、ゴリラ、空攻撃できないよね。オッケー、オッケー、オッケー。知ってる、知ってる。空を攻撃できないのは知ってるぜ。さあ、ジャイアントでタゲ取って、さあ、相手のベビドラはこっちのベビドラで処理。ジャイアン、おー、ボンバー来た、ボンバー来た。オッケー、オッケー、オッケー。いや、ゴリラ強いな。ゴリラやっぱワンパンチが強いわ。今の環境に刺さってる。環境的にゴリラが刺さってるわ。さあ、ここは両サイドタワー狙っていきつつ、真ん中にびっくりクラオだろ。これ。クラオラッシュ。クラオだったっけ、名前。びっくりクラオ出して、とりあえずゴリゴリ行く。あ、てか、チンパンけ、あ、チンパン分かった。ミニペッカだ。分かった分かった。ゴリラがペッカで、チンパンがミニペッカだわ。理解理解理解。繋がった、すべてが。すべてが繋がったわ。さあ、ここは、ちょ、待ってよ。上のタワー落としに行った方が安全かな。安全な気するよな。さあ、2倍タイム。さあ、ここはアイスゴーレムで、アイスゴーレムなんでターゲット取ってくんないの。まあいいや。ここはもう守ろう。守れば勝ちよ。さあ、そして、端前試合するか。あのスケルトンさばききった後に、端前試合。さあ、いけ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 。オッケー。これで左落としたかな。ちょっとミニペッカが強い。ミニペッカが強い。オッケー。ミニペッカ、ボンバーと結構みんな多彩になってきたな、だんだん。だんだん多彩になってきました。さあ、ゴリラ。端前ゴリラ。このね、今、最も強戦術と言われている端前ゴリラで、一気に、メインアリーナを落としていく。オッケー。ありがとうございました。面白い。面白いな、マジで。いや、このゲーム何が面白いかって、敵の陣地でも一回踏んでたら、そこに出せるっていうのがね、マジでカオス。さあ、ということで、あ、リーグがもう3の4まで来ちゃった。どこまであるんだろうね。今ね、私が所属してる晩飯、晩ご飯か、晩ご飯報告会っていうクラン、ギルドがあるんですけど、ここ結構ね、今、グローバルランクにも乗っていて、まあ、なかなかイケてる、ギルドでございます。全然晩飯私報告してないけどね。ということで、本日はこちら、ウィムジカルを、結構ね、これなんていうゲームなんですかってコメントがあるけど、ウィムジカルウォーって入れたら出てくるかも。あ、出てこないか、さすがに。ウィムジカルウォーって言ったら出てくると思います。ということで、本日、こちら、クラロワ系、横画面系、アニマル系のゲーム、ウィムジカルウォープレイしていきました。またね、皆さんの反響が良ければ続けていきたいと思いますので、ぜひ面白かったという方は、グッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。